大久保が国内のジギング長考でスリリングなキャスティングゲームもできるという理由から通い詰めている松山。2003年も7月から9月にかけソルティガブロスの古谷秀幸氏と松山を長考した。四国山地に挟まれ季節風に強いため松山沖は一年中出船確率が高い。山々から絶えず注がれる栄養豊かな水と豊後水道から流れ込む黒潮分流により青物はもちろんベイトにも優れた生育環境となっている。ポイントの水深は15から70メートルと比較的浅く水温も高め、しかもここでは10度を下回っても十分な釣果を得られるため一年中ジギングシーズンといえる。その上6月から9月に大型のブリを高確率で狙えることが他のフィールドと大きく違うところである。西岡遊魚は松山市の市街地より車でおよそ15分の和気港が拠点。西岡船長は出船中常に他のルアー船と情報交換を行い、時間が許す限りフィールドを走り回ってくれる頼りになる船長だ。ジギングに対する操船技術も大久保が絶対的な信頼を寄せるほど抜群。速い潮のポイントであっても快適なジギングを可能にし、ファイト中のフォローも万全だ。大久保は水の色具合を見てジグを交換することにした。僕は今秘密兵器を出しました。その名も YN ジグ。なんで秘密兵器かっていうと、この海域のために船長自らが作ったジグだからです。本当です。ここに書いてます。 YN ジグ西岡と。もう一遍言いましょうか。 YN ジグ。やっぱりね、場所場所でね、ちょうどマッチした釣り道具ってありますんでね、これですね。ほんで先まですごいナチュラル系のねグリーンバックのジグ使ってたんですけども、梅雨ねもう終わり頃だと思うんですけども、大雨が今多いで、ちょっと水見たらすごい水塩っぽい緑っぽい色なんですよ。でこれは視認性が悪いやろと、ナチュラル系のジグだとちょっとしんどいかなと思って、まあまあアトラクター性の強いジグを探してみたら僕の道具箱の中にこれがあったんで、これはちょうどいいなと思ってね、結び替えました。これがちっちゃいかな、ベイトが少しずつ見えてきたんですね。そこの方にねちっちゃい反応ですけども、ベイトの群れが映ってるみたいです。あ、外れた。ごめんなさい。目白やったな今の。下で来たんすか、かなり。やっぱ針ちっちゃいからね、大きい針忘れてきてもらったんですよ。下で来た。中層。黒かな。あ、思いますか。タイツイ行ったままのね、針で来てもらったんですよ。やっぱ実行針やったらすぐバレますよね。持ってきてもらうようにええとんやけどね。活性上がってきた。
あいいですけど買おうかな。まあまあAサイズでしたね。今なでかそうやったよ。ごめんなさい。でも今日かかってるの全部バレてるからやっぱり食い浅いんやね。あっちもバラしとったしね。これは世相なく針2本つけなあかんかもしれんね。あー悔しいな、さっきのバラシは。通常7月の青物は早いアクションに反応が良いのだが、今年は例年に比べ水温が低いため、大久保はローギアのリールをメインに使用した。そうですけどね。かかりましたね。そうだよな。あのね、僕これ筆屋さんの時はね、絶対詐欺するんですよ。詐欺もかけてね、しめしめ思ってんけど、バラしもでね、今回はバラすわけにはいかないですね。そこで来たみたいなね。いや、そこじゃないですよ、中層。あ、そうですか。うん、なんで一個しかするんやろ、不思議。いや、一やんね。元気いいね。大体ね、こう、古谷さんって音投げないんでね、先にこうやってかけたり、突っ立ったりしてね、悔しがってくれるんで、おもろいんですよ。やっぱり船長の YNG は良かったんですかね。何の G ですか？ YNG。これも真似してそっくりのつけてますけど。いやもうね、場所の音はね、もう使わんと。ちっちゃいね。よし、釣れました。ハマチ。意外とちっちゃい。スバスクラスですね。よう引きましたけど。ジグ、これ YA のジグ。この西岡漁業のオリジナルジグですね。この海域にバッチリあったデザインっていうか、使いやすいジグになってます。で、ツバス。ハマチのちっちゃい目ですね。このジグに変えた理由がね、今日水塩っぽい 水色してるじゃないですか、それでちょっとピンク澄んでないんで、ちょっとねアトラクター性の強いカラーを使ったろう思ってね、僕の道具箱をガサガサ探ってみたら、このまだ来た時に手に入れたこの YN ジグが折ってたんで、折ってたっていうか履いてたんで、これに変えたらね、やっぱり途端に当たりが出だしましたね。使いますね。赤系がいいかな。おっ、ヒット。やった。でもなんか割れそうな感じがする。ゆるがよ、ゆるがよ。めちゃくちゃ大事にしました。こんだけ割らせる。これピンクできましたね。ちっちゃいホープ言ってますが。いや、結構引く割には軽いな。あーでも引いてんね。いや、引いとんね。うん、一応外から出てますよ。ドラゴン優雅にやってるんだ。絶対バラしたんだ、これは。
さっき針も2本針も2本それで上がってきてよ魚。ええー、すごい大事にしてますから。もうこれバラしたら俺の今日はないですよ。これはでも親ですよ。え親親こっちで言うメジロ。こっちはね、70センチ以上親って言うんですよ。親と子単純明快ですけど、よその人は親親言うても分からないですよね。ああ一回絡むけどね、今多分一回は本当にやるけど、ね、絡む抜けたね。普通ね簡単に上がってるけどね、メジロやったらドラゴンもちょっと緩い目にしてますけど、バラしたくないんで。ああほんまやね、やっぱ結構みんな疲れてきたお腹にね、変えた瞬間ロッドベルトじゃあすいません間違った。あもう上がってきました食べてる間に。もう最後までね脇でやる方がバレは少ないですね。小さいですよ、すごくすごく小さいですよ。かわいやないやなんでこんな人なんでこなんでこんな人のでも、こうはね、3センチ大きいとこれこれででかいとか言うて勝負するか。むちゃくちゃ行きましたね、でもさすが大人げないですね。なんでこんなへこんでしょうね。びっくりするほど行くね。もう、もっと大きいよ。太い、太いはい。あ、なんかジム真似してるし、大久保さんの真似してる。ツバスクラスは何本か取れたものの、相変わらず反応は今一つ。今日の状況はあまり良くない。まあまあどんな反応で釣れる釣れへんっていうのははっきりね、やっぱり船長が見てたりするんですけども、最もいい状態、まあまあ簡単に釣れるかね、よう釣れる状態が10としたら、今の魚の反応は2らしいです。10分の2。すごいやっぱりこの辺り恵まれた漁場で無数に島があってね、その島々の間が海峡になってて、まあまあどこでもポイントみたいに思われんねんけども、まあ、ちょうどね狭間ものすごい釣れるであろうっていうね日程、まあまあ 何についてもねそうやって組むんやけど、自然のことなんで分かりません。今年は特にね梅雨が遅れて長引いて、しかも大雨と来てますんでね、ちょっと遅れてます。でそのまあまあ広い狭い中でもね広いエリアの中無数にあるポイントの中からね絞り出して、他のとこね全然魚反応ないんだけど、ここやったら俺やろっていうとこが港出てね、西と東の両端、それをね西岡船長とその仲間たちの船長さんたちがこうね、走り回っていただいて、今ええとこはどこやとピンポイント出しをねやっていただいてて、その情報交換でねずっと電話お互いね掛け合いしてやってくれてます。それでねなんとか僕らも魚見ることができてるんですけども、カマチ？マダイ？
こんなかなりシビアな状態でもね、やっぱりこの海を知り尽くしたね、西岡船長が開発した事故だけあって魚釣らしてくれますね。で、これ 130g 使ってます。次のエリアに移動。そこでは青物のマグラが起こっていた。大久保は用意していたキャスティングタックルを手にする。あっちもあっちも出てんな。出てる、右出てんね。左も正面も出そうじゃない。そこまでどう。もう一回これで、もう一回出たらいい。あ、出た出た出た。よし、はい、どうぞ。おりゃっしゃー、よしよっしゃ。まずは、古谷氏にバイト。邪魔。いたいた。輪島市にもバイト、ダブルヒットだ。近年、夏の松山では青物のキャスティングゲームがすっかり定着している。シーズンはベイトが浮き気味の6月から9月が面白い。ナブラの主なものは70センチから80センチクラスのメジロだが、時には10キロクラスもランディングされる。あ、そう来た。ちょっと向こうやな。ごめんごめん。いやいやいや、そのまま引いてきて。おそっちにもおるよ。お後ろ後ろ。後ろ後ろ後ろ。ゆっくり引いてゆっくり引いて。ゆっくり引いて。おー、後ろでも出た今。そこらじでおるね。今日この群れすごいっすわ。あの前すごいもん。よっしゃ。
スマイル。スマイル、スマイル。そこだ、そこだ。お、引っ張った。ふぅ、強い強い。すごい強い、ここの。長井さんもまた面白いですね。はい。あっちあっちあっち。かぶせかぶせ。ナブラは船を取り囲む勢いで、船上も自然と活気づく。表層での釣りはやはり面白い。あ、交代交代、ごめん。それか、すごいしんどい。もう一回やりました。ちょっと本日に。この後ナブラが収まったため、ジギングに変えて攻めたが、ノーバイト。この日はキャスティングゲームで取ったメジロで終了となった。ヘッド&テイル主催のバスツアーに混じり、調航することになった。船は西岡遊魚とピラール2カイトの2隻、総勢30名での調航である。1月16日、調光2日目ですね、7月16日だというのに空気が乾燥してて寒いです。太陽はね、日差しは結構あって紫外線は強そう、光の力はあるんですけども、風が冷たいですね。まあまあ釣りしてたらちょうどいいような状態というか、あったかさになるんじゃないかと思います。で、昨日このポイントは我々が釣りしてた時はね、ちっちゃいツバスぐらいのしか釣れなかったんですけども、その後潮代わりに入った船が結構釣果上げてますんで、ちょっと楽しみにしてます。ねんな、もう今のガーン伸びよったけどね、なんでかかれへんねんな。坂こんなんばっかや、わかりにくいけど、今はね、交換したサラッピのルアーなんですけど、しっかり歯型がついてます。はまれてますね。多分こういう時に肩抱っこした時にね、ポンって当たっとんやろね。かからん、おかしいとこにね、歯型ついてますからね。まあまあアンラッキーですね。お、ヒット。おー、きおき。今度は三好川で金島市にバイト。なんでかかんねやろ、俺もよう当たんのにな。おー、いいサイズ、いいサイズ。
よう当たるけどな。釣りをしていた同船者山田氏にバイト。まあまあやばい雰囲気になってきましたね。潮が速くなってきました。乗り遅れた感はなくはないです。動き始めとかね、止まる寸前とか、うん、どっちも止まる寸前も強いだし、動き出し良かったしね。やっぱりある程度ポイントを通過するね、時間が問題だと思うんですよ。あまり早を通過してもね、魚に見つかりにくいし、ゆっくりやったらね、魚が泳いでいってまうんちゃうかな。27。この船がこうポイントを通過する絶妙のね、スピードっていうのがあると思いますね。それがやっぱりこういう、まあまあこういう、特にこういう潮の速いとこでは、潮の止まる寸前と動き始めに当たりますよね。小型のようだが古谷氏にもバイト。ツアーの最後を飾った。今日は全体的にバイトが多く、ヘッド&テイルツアー参加者それぞれが青物をキャッチし、満足のいく一日となった。朝光3日目。この日も他のルアー船と連絡を密に取り、ファーストアプローチのエリアを絞り込む西岡船長。これ道潮やから、いわゆる西川、九州側から流れ込んでる。そうですね。割と透明な潮が今から入ってくるってことですね。そうですね。で、下げになったらこの島並海道のもっと
東側、大阪湾側の、ね、はい、ちょっと濁りのある水が入ってきて、ね、まあ、プランクトンが多くなってより魚の活性が上がるようなポイントですよね。潮位がね、この満ち潮よりも今度引き潮の方がね、よく流れますんでね。ああ、なるほどね。今の潮位だと満ちの方が流れるってことですね、はい。あ、ここはやっぱあれなんですか、水道がいっぱい橋の間ね、水道になってて、その間に潮が通ってな、その流れの分流が結構起こりやすいところだから、ね、魚がストックしやすい、そういった感じのポイントなんですかね。全体的にどうなんですかね、割と深めのところにあるポコって出てるのはせいなんですか、それともなんか全体的にせいやねんけど、ここはね、あの水道なんかは深みがあるんですよ、はい、で極端な起伏はあるんですけど、ね、はいはい、この今現在釣ってるところなんかは、はい、その砂地で起伏はあんまりないです、うん、起伏はあんまりない。でもその潮同士がよくてね、逆に今度、はい、あの島陰のところから今度反流が出るような潮ですよね、湧き上がるような。はいはい、そうですよね。まさにその浮き上がるようなところ、湧き上がるようなところでやっぱプランクトンが浮き上がって、それを今度イワシとかそういうのが食いに来てっていう、そこにメジロとかね、ハマチが入ってくるっていうパターンですよね。あ、そうなんですか。あまり来られないポイントなんですよね。そうなんですよね。今ちょっと悪いで、宮塚は大概遠いですもんね。そうですよね。そうですか。割とここのとこ魚ついてますもんね。そうですね、ここには今現在入ってますからね。入ってますね。大きい時ですから。いや、どこでもいいです。どこでもいいですよ。久保さんのパクリではないです、ビクトリー X でもこれは久保さんの直伝です。あのね、クルヤさんの時にこうちょろっとした反応がパッと上がったんですよ。まだパッて食って、でその後ね、だいぶそれ僕も上げてきててね、釣れんちゃうか思って、ほんでまだ落としたんですよ。で落として着底するかなと思ってパッと蹴ったら覗いたらトントントンで映り出したから、あ、これを釣るわ思って引き出して、僕もポンって釣れて、でその後いっぱいおった。青もんと